マセさん、マセさん。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ハセさん TV のハセさんです。ということでね、はい、こちらでございます。じゃーん。はい。今日はですね、うちのチャンネルの、グッズの方をね、まあ販売してるんですが、こちらの方ね、動画で、ね、紹介してなかったなっていうことで、まあ、作りますよ、できましたよとかね、まあ、ちらほら映る感じのはあったんですけど、まあ、個別に、ね、紹介っていうか、まあ、こんなんできましたよ、こんなんがありますよっていうのやってなかったんで、そういう、ね、動画をね、一応ね、撮るって言ってた以上は、もう、ね、こういうの売ってますよっていうのはもうね、皆さんには、ご存知な方も多くてね、今更かよっていうのはあるかもしれないんですけど、一応ね、個別にこのグッズを作りました、で作ったら報告しますよ、その紹介動画やりますよっていうのを全然やってなかったんで、まあ一応ね、今更にはなったんですが、はい、今頃でございますが、一応ね、グッズの方の、個別の紹介と案内の方させていただこうかと思います。はい、でですね、まずは、ステッカーと、よいしょ、はい、ステッカー、よいしょ、まずステッカーですね。ステッカーが、はい、こちら、じゃーん、はい、こちら大ステッカー、四角のステッカーですね。こちらのステッカーと、こちら、はい、小のステッカー、丸のステッカー。はい、こちらね、大ステッカー、小ステッカー、まあ、角ステッカー、丸ステッカーとかね、分けてますけど、こういう風な感じでステッカーがまず2種類と、ありまして、あとはミニのぼりですね。はい、こちらミニのぼり、じゃーん、ミニのぼり、はい、これ吸盤仕様になってますけど、うちの動画でね、あのミニのぼり、あのこれガラスにつけるとガラスが開かなくなるんで、パワーウィンドウが開かなくなるんで、まあ、ミニのぼりつけてもパワーウィンドウが、ね、開け閉めできる方法っていう、ね、動画を出してますんで、それと同じ、ね、付け方をしてもらうということで、一応ねこれね、あの僕ら吸盤ついてますけど、商品のやつは吸盤なしで、ね、動画で紹介してる、取り付け方をしてもらうと、まあ、そういう風にすればね、ガラスが開け閉めできるんでね、そういう風に思ってます。まあ、スタンドがつきます。代わりに、まあ、取り外しできるんですけど、スタンドがついて、まあ、置いても楽しめるようになっておりますのでね、こちらのミニのぼりと、あとはよいしょ、はい、 T シャツ、じゃーん、誰だろう、ププって、鉄さん、山形の人かな、違うかな、はい、こちらじゃーん、 T シャツ、はい、こちらは 4L かな、 XXXL、 4L、 3L、 3L かな、 4L かな、はい、 XXXL の T シャツです。一応これが最大サイズかな、XXXL まである。これは僕が着れるサイズですね。だから、なかなかね、こういうなんかグッズの公式の、こういうなんか T シャツとか買ってもなかなか着れるサイズないんですよっていう方にもね、まあ、僕もそうやってね、なんかいろんな人のね、グッズとか欲しいんだけど着れるやつないんだよなって思って寂しい思いもしたんで、まあ、うちのリスナーさんにはそうなってもらいたくないんでね、大きいサイズも対応してるようにやってもらいました。でこちらがパーカーですね。はい、こちらも同じデザインで、パーカーを作ってます。これはね、もう生地にこだわりました。これマジで生地にこだわってめちゃくちゃいいのにしてます。はい、普通のなんかね、安いヘボいパーカーじゃなくて、もうこのガチで普通に、このパーカーいいねっていう素材、この生地を使ってます。これはもうマジでいいと思います、本当に。あ、これね、みんなね、あ、いいなって言ってくれる。このパーカーは本当いいなって言ってくれるんで、ぜひぜひ。はい、デザインはこうなってます。僕の丸ステッカーの、デザインと、あと YouTube、Twitter、インスタ、TikTok のロゴ、アイコンがついてて、あとはね、旅するデコトラ YouTuber、あとはこう、日本列島がありまして、まあ、昔のね、長距離の、無線とかでいうね、まあ、地名を書いてます。北の大地は北海道とかですね、道のく岩手県とかですね、野菊のふるさと山形県とかですね、森の都仙台向けとかですね、はい、そういう風にいろいろやってます。ブルーライト横浜、センタージャパンは愛知県とかですね、舞子町京都向けになりますよ、水の都大阪からとかですね、はい、そういう風に、ね、南国九州鹿児島県とかですね、はい、まあ、長距離でね、無線聞いてるとね、みんながこう言ってる、地名をいろいろ入れてね、まあ、こうなんか長距離の楽しさ、ロマンが伝わるようにこうね、ちょっとデザイン考えました。はい、結構ね、評判いいです。これ
このパーカーはね、マジであの意外なぐらいマジでいいものできたなって思ってます。はい、あとはですね、まあ、限定ではあるんですが、ステッカーを別パターンですね、これ特典ステッカーっていう形で作らせていただいておりまして、個別での販売はしてないんですが、よいしょ、まあ、うちのリスナーさんのステッカーという形で作らせていただいたものをですね、まあ、特典で付けさせていただくというような形でご用意しております。はい、うちの昔からのね、本当僕が一番最初 YouTube やってちょっと伸び始めた時からね、ずっと、応援してくださってるね、オフ会とかもね、積極的に参加していただいてる、ね、琉球太郎丸さん、沖縄のね、ヒットリスナーさん、琉球太郎丸さんのステッカーと、あとはこれマコチェルですね。はい。一時期すごい人気を誇ったマコチェル。はい。こちら、おとぼけ船団っていうね、マコチェルのマコトっていう字がね、ちゃんと入ってますけど、はい。こちらと、これマコチェルのステッカーですね。あと、これもう最近ね、今、人気急上昇中の港町くろうと丸、まあ、通称タグチェルですね。タグチ君の、ステッカー、5代目港町くろうと丸っていうのを作りました。はい。これね、めちゃくちゃ人気で、特典ステッカー1枚どれにしますかっていうと、これが一番出てる。これが一番人気。うん。あとは僕のステッカーですね。はい。まあ、僕のチャンネルのステッカーじゃなくて、あの、僕のトラックの方のステッカーということで、平成一番星急行っていうのを、道のく一人旅っていうことでですね、まあ、僕のトラックの方のステッカー、まあ、作っておりますので、まあ、これも一応特典として用意させていただいております。はい。まあ、この4種ですね。この4種の方を特典ステッカーということでですね、条件を満たす買い方をしてくださった方にプレゼントしております。その買い方がですね、まあ、全種類セットっていうのを買えばこれがもちろん全てついてきます。あとは、3点セットとかだと1枚プレゼントとかだったっけな。うん。まあ、あのこれはですね、まあ、僕と直接お会いしてグッズを販売する分には僕結構ね、例えばその知らない人とかだったら、まあ、普通にね、まあ、ちょっとね、値引きするぐらいなんだけど、まあ、昔から知ってるリスナーさんとか、いついつの動画から見てますよとかね、この動画のこれが好きで僕行きましたよとかですね、そういうなんか懐かしい話とか、すごいなんかこの人もめっちゃ昔のマイナーな動画まで知ってくれてるなとか、やっぱこう話して盛り上がるわけじゃないですか。そしたらですね、やっぱりそのね、長らく応援してくださってるリスナーさんにはね、もう僕も結構その場でね、かなりおまけしちゃうんですけど、まあ、それでだとね、通販で買ってくれる人とね、公平性が保てないってなるんで、会って買える人は得して、まあ、通販で買う人は、まあ、ちょっと損しちゃうんだ、損しちゃうところがあったら申し訳ないなということでですね、そのね、通販で買ってくださる方にはこうやってね、おまけをつけるようにしております。はい。で、ちょっとね、いくらって書いてあるかな。その販売と発送の方はですね、これ友達に委託してます。愛知県の友達に委託してて、僕はノータッチなんで、なんでね、そんなわけで友達にね、販売を委託しております。だから僕はノータッチなんで、こちらのね、ツイッターの購買部の方の、動画の方で、動画じゃないわ、アカウントの方でですね、販売してまして、こちらの方でコメントとか、メッセージとか送っていただいても僕には届かないんですよ。いつもね、動画見てますとか言ってね、コメント来たよって言ってくれるんですけど、こちらの方はね、友達が管理してまして、販売とか発送とかですね、全てのやり取りを代行していただいてると、いう感じでございます。非常に助かっております。いつもありがとうございますということでね、この場を借りて、はい、このね、売ってる方に、感謝の気持ちを述べさせていただくんですけれども、値段とかですね、いろいろ商品紹介の写真とか載せてます。はい、こんな感じでですね。はい、まあこう、タオルですね、タオル紹介してなかった。タオル2種類あります。白のタオルと黒のタオルと、タオルがございます。はい、こちらのタオルは4500円ですね。まあ、タントとかね、ルーミーとかですね、BB とか、車のフロントガラスのところにね、こうね、アーティストのステッカーじゃない、タオルとかね、置いてるとか、結構見ると思うんですけど、そんな感じに使えるように作りました。またね、この後ろのベッド窓にね、こう、掲げてね、使えるようにね、まあ、両方いけるようなサイズで作っております。はい。あと、こちらパーカー、T シャツですね。こちら T シャツになってます。一応デザインがこうやってね、見れるようになってます。はい。
これはもう僕が切れるサイズって思っていただければと思います。体重126キロ、身長175ぐらいで、まあ 4L サイズで、まあ一番最大のサイズですね。これでまあちょうどいいかなっていうサイズなんで、参考になれば。ウエスト120ぐらいかな。あ、お父さん。でございます。あとこれパーカーですね。常連さんがいつも仲良くしてくださる、はい、僕と腕相撲を勝負した宮城の運転手さん、はい、こちらが、パーカーですね。パーカーの方の写真は3枚、こちらですね、はい、行っております、はい、ちょっと分かりにくいかな。これ、ね、素材がすごくいいのをね伝えられたらなと思うんだけどね。あとは、ですね、このやり取りですけども、ツイッターの方で、コメント、DM の方を送っていただいて、僕のアカウントじゃなくてね、このツイッターの購買部、こちらね、このツイッターの購買部の方の、アカウントの方に、映るかな。こちらのアカウントの方に送っていただいて、このメールマーク、こちらの方から送っていただいてね、やり取りしていただければ、購入したい商品書いていただければですね、振込先をお教えして、そちらにね、料金を、入れていただくと。で、そして、発送させていただくと。そしたらね、住所の方に僕のこのグッズが届くという風な段取りになるんですけども、あとはですね、メルカリとかヤフオクにしてほしいっていう方には、プラス 10% 運営に取られてしまうんで、その分をね、足していただければ、ヤフオクとかメルカリの方にも出品 して、やりますよとはね、言っていただいております。まあ、あんまりちょっとそっちはメリットあるかどうかわかんないんでやってないんですけど、一応そういう風なのにも対応できますよっていう風に言っていただいております。はい。まあ、基本的にはね、DM で送っていただいて、料金を振り込んでいただいて、そのまま発送すると。そちらの方が簡単なんでね、そういう風になってます。手数料取られないんで。メルカリとかヤフオクに出すとどうしても運営にね、手数料取られてしまうんでね。はい。午後7時よ。各ステッカー、こちらがですね、2000円になってます。こちら2000円、これに載ってる通りでございます。まあ、料金とかね、こちらに詳しく載せておりますのでね。はい、こっち見ていただいた方が早いかなと思います。こちらの各ステッカーが2000円、はい、でこちら丸ステッカーが1200円、はい、でミニのぼりがこれ3500円でございます。はい、はい、あとタオルですね、黒タオル、はい、なんでステッカーって言っちゃう、はい、黒タオル結構大きいでしょこれ。これダッシュボードにこうやって置きてもよし、後ろのこうね、ベッドのところの背面にかけてもよし。こちら黒タオルです。はい。うん、と、白タオル。2種類出しております。黒と白と両方あります。はい、こちら白タオルでございます。うちのチャンネルのバナー、ロゴが入ってます。初江さん TV。はい。こちらのタオルが4500円になっております。はい、でパーカーが1万1000円です。で T シャツが7000円です。ただこの T シャツに関してはちょっとね、今ね、安く作ってくれる業者の方を探してまして、そちらと話がまとまるようであれば値段が下げられるかなって思ってます。ちょっとね、今ね、これ1枚ずつ作ってるんですよ。要は50枚とか100枚とか作ってしまえば、ぐっと値段落とせるんですけど、そうなってしまうと、その50枚分とか、その100枚分とかのお金を、まず僕が一括でドーンと支払って、その何十万っていうお金を僕が持ってないとそれができないんですよね。で、まあ、売れ残ってしまってもダメだし、在庫を抱えてもダメだし、まあ、何よりその最初に発注する料金、ね、最初の元手のお金、資本金がないわっていうことで、注文が入った段階で、メーカーの、制作してくださる方にこれを注文して、そちらで、まあ、さらにそこからメーカーさんに印刷、制作を、依頼をかけて、で、それが出来上がったらそこから直送で、かかってくださったところに、送っていただくっていう風にしてるんですね。だから1枚ずつ作ってるんで結構ね、むちゃくちゃ高いんですよ。だからこれが1万1000円と、これが、T シャツが7000円という風になってるんですが、まあ、ね、大量に作ってね、安くしたいのは山々なんですが、なかなかね、ちょっとね、お金がね、厳しいので、これ以上はね、ちょっとね、下げれないんですよね、原価的に。うん、なんでね、ちょっとこの大量に
まずその何、僕が元手を出さなくても大量に作ってくれて値段下げれますよっていう風な、話がまとまりそうな業者さんがあるので、そちらの方でねちょっと交渉を進めて、うまくいきそうだったらこの T シャツに関しては、ちょっとね値段下げれるかなって感じです。もう全然7000円とかしない、多分5000円割るんじゃないかな、もうもっと安くなるかもしれないんで、ちょっとこの T シャツ欲しい方はもうちょっとあとね、まあ、1、2ヶ月待ってそっちでもいいよっていうんだったらそっちの方がありかなって感じで、まあ急いで欲しいよっていう方以外はちょっと T シャツはちょっと保留の方がいいかなと思います。他のやつはね、まあこの値段からまだね下げれる見込みはないんですけど、まあいい業者さんが見つかればね下げようかなとは思ってます。まあただ品質落としたくないんで、同等品であればっていう感じにはなるんですけどね。どうしても今作ってもらってるところが僕が買い取って売るっていう感じになるんで、結構ね元手のお金がねしんどいんで、ちょっとね在庫抱えないんですよ。だから1枚ずつ発注して1枚ずつ発送っていう形になってます。やっぱね50枚とか100枚とか作れればすごく安くできるんでね、普通に市販の値段ぐらいまでね落とせればいいかなと思ってるんですけど、ちょっとねそこまでちょっと売れる見込みもないんでね、とりあえず先に作るのが大事かなっていうことでですね、早く作ってほしいですっていう風な意見も多かったんで、作るのは作りましたよと。ただちょっとねこの値段だとね、ちょっと高いんで、もうちょっと落としたいなとは思って、今、交渉してるところでございます。はい、まあ、そんな感じでですね、まあステッカーの方はね最初のことを思えばちょっとねお安くできたかなと。でステッカー、T シャツの方がまあ安い、いい業者さんに頼めそうな感じっていうのがまあちょっと追加の情報になります。はい、あとですねセットですけども、こちらの大ステッカー、小ステッカー、ミニのぼりとこの中からどれか1枚つけますよっていうので6000円です。はい。こちらの3、まあ、大きいステッカー、小さいステッカー、ミニのぼり欲しいな。で、まこちゅのステッカー、僕のステッカー、りゅうきゅうたろまるさんのステッカー、港町くろうと丸のステッカー、田口のステッカーね。あと、僕の大ステッカー、小ステッカーのサイン入りバージョン。このうちのどれか1枚をつけて欲しいですっていう場合だと、6000円です。はい。これプラスアルファ、この中から1枚がつく。これが6000円でございます。で、全部セット。全部セットは1万6000円になります。こちらのセットにプラス全てのステッカーをつけるバージョンね。はい、ミニのぼり、大ステッカー、小ステッカー、あとこちらの、限定ステッカーもサイン入りのステッカーも全種類全部1枚ずつ欲しいですっていう方は1万6000円になります。はい、そんなわけでございます。で基本的には銀行振込でということでですね、まあ、全てねこちらの方にね注意事項とか、案内とかね書いておりますのでですね、そちらを見ていただければ詳しくわかると思いますので、まずはですね、Twitter、長谷さん TV 購買部、こちらのアカウントの方を、フォローしていただいてですね、わからないことはこちらのメールマークから、DM していただければと思います。あとの案内はすべてこちらのね過去のツイートに載せておりますので、そちらの方を読んでいただければわかりやすいかなと思います。はいはい、そんなわけでいかがだったでしょうか。ねステッカーの方を、作りました。あとね他のいろんなねグッズ作りましたっていう風なね案内はまあ動画の方でですね、合間合間でねチラチラ、案内させていただいてですね、まあインスタとかツイッターの方ではですね毎度案内していたんですが、まあ案内動画、告知動画出しますよって言ってね全然動画出せてなかったので、今回ちょっとねグッズの方の販売に関する動画の方で、ね、まあ今更になってしまったんですが、今一度、もう一度ね、いろいろ値段とか変わったんでね言った方がいいかなってことで動画の方をさせていただきました。はい、そんな感じで、欲しいけどねまだちょっとね買ってないんだよっていう方、いらっしゃったらですねぜひぜひこの機会に買っていただければと思います。あとね、まあ、数に限りがあるので、売り切れてしまったらそこからねもう一回作り直すのにお時間頂戴すると思います。ステッカーとミニのぼりの方は在庫があるので、そちらの方はですね買っていただいたら、まあそのね、お金の振り込みを確認して、発送という風な形になります。タオル2種類、タオル2種類と、白タオル、
黒タオルね、このタオル2種類と、パーカー T シャツの方は受注になりますので、注文が入ってお金の振り込みが確認できたところで制作に入ります。で、制作完了して、出来上がったらですね、発送させていただくという風な形になります。はい。あとですね、裏特典というか、まあ、公式に案内してるのはしてるというか、まあ、別にそのね、隠してるわけではないんですけど、このステッカーとかね、僕のグッズ買っていただいた方の中でですね、まあ、僕と会えなくて、通販で買いましたよと。でもね、もし、会える機会があって会うことになりましたっていうことがあればですね、その時に、もう一枚プレゼントさせていただきます。大ステッカーか小ステッカーか、どちらかね、プレゼントさせていただくというふうになっております。まあ、これはですね、僕と会ってステッカーとかグッズ買っていただいた方の中でですね、そのままね、もうその場で貼りますよって言ってトラックに貼ってくださる方にはですね、もう1枚僕プレゼントしてるんですね。1枚だけ買ったけどもったいないから、これは家に取っときたいんで、ちょっとね、貼るのもったいないんで貼らないですって人がいるわけですよ。まあ、それはちょっとね、もったいないです、残念だから。いつ車乗り換わるかもしんないし、まあ、貼って汚れるのも嫌だし、見えるところに置いときたいから、これ貼らずに取っておくんですっていう人がね、結構最初いたんですよ。だから、それだとね、もったいないんで、じゃあもう一枚ね、あげるんで貼ってくださいっていうことでですね、やってるんです。うん、だからその、まあ、特典の代わりとしてですね、通販の方で買っていただいた方には、まあ、ね、実際に会えることがない人にはね、なかなかハードルが高い特典かもしれないですけど、実際会った時にはね、もう一枚プレゼントしますというふうなことでやらさせていただいておりますのでですね、まあ、会える時あるかな、ないかな、微妙だな、どうしようかな、買おうかな、買わないか迷うなみたいな方は、まあ、まずぜひかね、早めにね、手に取っていただいて、まあ、その後ね、ある機会があった時には、その時にはね、無料でもう一枚お渡ししますよというふうなことでやっておりますのでですね、ぜひぜひそちらの方はご心配なく買っていただければ、いいかなと思います。はい、そんな感じでね、本日はステッカーの、紹介でした。まあ、こちら特典ステッカー4種類でございます。はい、結構この特典ステッカー目当てで買ってくださる人が多くて、特典ステッカーはね、もうこの港町クロート丸、このタグチルのステッカーがね、ズバ抜けて一番売れてます。これ売れてるというか、まあ、これ販売してないんで、まあ、全種類セットだったら販売してるんですけど、まあ、特典で、まあ、この中でどれか1枚選んでくださいって言うと、もうみんなこれ選ぶぐらい、こうね、神戸タワーが映ってていいでしょ、この左のところにね。ちょっとこう、もうこのね、特典ステッカーに関してはね、これ何度もデザインね、打ち合わせして何度も手直ししてもらって、結構ね、こだわって作りました。だからね、何回も修正してね、まあ、それなりにできてると思います。このね、僕やったとこ真ん中星だったんだけど、桜にしてもらったりとか、まこちのまことのね、ロゴだったりとかですね、リュウグタロマーさんのこの、ね、沖縄らしさがね、出てるとかですね、まあ、いろいろこだわってね、はい、作ってもらう。このね、まあ、やっぱ港町クロート丸のに関してはね、やっぱこの、ね、161とか8号線とかね、やっぱこうね、彼がね、トラック野郎になるにあたってね、もう昔から歩んできたね、歴史をね、物語ってますよね。だから彼のことね、昔から知ってる人はね、これたまらないと思います。あと、まあ、このね、ちょっと遊び心で、ね、ちょっと会社名にちなんでね、寝台特急の行き先とかを入れたりしてね、そこら辺もちょっとね、マニア心をくすぐるところではあると思うんですけどね。はい。そんな感じでね、まあ、この特典ステッカーはなくなってしまったら、ちょっとね、増産するかどうかわかんないです。これね、小ロットで作ってるんで、高いんですよ。まあ、これを例えば、ね、100枚とか発注してれば、まあ、安いんですけど、まあ、全部、これを10枚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 とかで、ね、作ってもらうとめちゃくちゃ高いので、ちょっとね、これなくなり次第終了になってしまうかもしれないんで、この特典ステッカーとか全種類セット目当ての方は、お急ぎに、早めに買っていただいた方がいいかと思います。はい。では僕から直接買いたいよっていう方も、こちらのステッカーはちょっとね、数に限りがあるので、ちょっとね、いつまであるかっていうのはちょっとお約束できない状態です。まあ、なくなってしまったらね、通販の方から買っていただければ、まあ、どっちが先になくなるかはわかんないんですけどね。はい。まあ、大ステッカー、小ステッカーの方ですね、もうなくなりかけですよって案内させてもらってましたが、この度ね、増産することができましたので、またね、しばらく在庫あるかなと思います。はい。ですね。はい、あとですね、ちょっとね、その通信販売とかね、そのなんかね、そのお金振り込んでどうのみたいなね、あんまりね、わかんないよとかですね、実際会って買うのも厳しいんだよってね、お店の方で買いたいなっていう方はですね、南相馬の鉄板印刷、鉄板、ごめんなさい、
南相馬の和裁小馬県、第5回のオフ会をやったところですね、あとですね第4回のオフ会をやった岡山県の岡山市の、鉄板居酒屋糸志野さんの方でも置かせていただいておりますのでですね、まあ、僕とも会えなくて通販もできなくてどっかねあの置いてる店舗で買いたいよっていう方はですね、西の方は岡山県の、鉄板居酒屋糸志野さんで東北方面の方はですね、和裁小馬県さんの方から買っていただければと思います。はいはい、そんな感じでですね、今日はあの僕のグッズの販売と、新たなお知らせとかをねさせていただきました。はい、まあなかなかねそのツイッターとかの案内とかインスタとかの案内ではねわからないところもあったよっていうねあの方も、いらっしゃったかと思うので、まあこういう風にね今回動画の方でね詳細に説明させていただいて、まあ皆さんね、いろいろ疑問が解決できれば、幸いかなと思います。はい、まあ非常にねこうね買っ方からは非常にね評判良くて、貼りましたよという写真を送っていただいてね、いやめちゃくちゃいいですみたいなね、いや貼ったらねもうなんか仲間も欲しいって言ってるからまた買ってもいいですかとか言ってですね、まあ、すぐにまたね追加で注文くださる方なんかもいたりとかして、非常に嬉しい限りでございます。はい、そんなわけでですね、まあ、こちらのステッカー作るのもですねかなり手間かかって、何度も打ち合わせして、まあ、修正して、結構ね頑張って作っていただきました。非常にいいものができてね本当にお客様には好評でございます。はい、ぜひぜひまだねグッズ買ってないんだよ欲しいんだよって方ねおられましたら、買っていただければと思います。はい、まあ、あとですね、まあ、なかなか遠い道のりになりますけどもね、またこういうグッズあったらいいなとかですね、また要望とかご意見ございましたらですね、コメント欄の方に書いていただければ、まあ、参考にさせていただきます。ちょっとね、採用するにあたってはちょっとやっぱ予算の都合が非常にいろいろね、トートバッグが欲しいよとかですね、エコバッグが欲しいよとかですね、お風呂セットが欲しいよとかね、いろいろ言っていただくんですよ。缶バッジが欲しい、ライターが欲しいとかね、いろいろ言っていただくんですが、なかなかね、10個作る、20個作るっていうのだと膨大な金額になってしまうんで、ちょっとそこら辺はね、まあ、要相談ではあるんですけど、はい。またですね、うちの業者、うちの会社だったらめちゃくちゃ安く作りますよっていうね、業者さんおられましたら、ぜひ、ね、そういうご案内いただければですね、検討させていただきますのでですね、安く作りますよって方おられましたら、また、そちらの方もね、コメント欄なりね、僕に DM なり送っていただければ大変非常に助かります。はい。そんなわけで今日は、僕のグッズの案内の動画でした。はい。遅くなって申し訳なかったです。今後ともね、お聞き立ていただければと思います。はい。それじゃあ本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。